こんにちは、コーダーリエです。ボンジョーブ。落ち込んだ時どうしますか？私のおすすめは脱力してとことん落ち込むです。こんなことができないのは世界で私一人かもとか、私はこれができるようになる世界で最後の人間かもとか、そんな風にもうわざと大げさにダメダメに考えながら、なるべく脱力したいので床の上にっていうか、ヨガマットの上にヨガポールっていうんですか、長いこう筒を置いてダラッとダラッとダラッと脱力します。それでもうゴロゴロ、右にゴロゴロ、左にゴロゴロとしながら、あーもうダメって。だいたい落ち込む時って体が疲れていることが多いんですよね。休もう。自分のダメな気持ちに寄り添って、ダメな気持ち認めて、はあ、今私ダメだと思ってる、ダメだと思ってるね、そういう私もあるよねって寄り添って、ごまかさない。なんかまるでいつもできる人みたいに人にはそうやって見せてもいいですけど、自分にもうそんなの嘘って分かってでもいつも頑張れる私なんてない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 。ここでこう無理やり頑張ったり、落ち込んだ心を抱えたままなんかこう無理やり集中しようとしても、復活できるまでに時間かかるんですよ。それだとゴロゴロブツブツ言ってると、自分のこの大げさなダメ加減に最終的には笑えてきます。世界で一番ダメとかって、世界で最後の人とかって何よってもし本当に私が一番ダメな人だったとしますよね。だとしたら、ね、一番ダメな割には結構頑張ってるんじゃない？もし私が世界で一番ダメな人間だとしたら、私の頑張りっていうのは世界の底辺をこう底上げしたことになるんですよ。世界が私の成長分こう向上したんです。これってすごい貢献じゃないですか？こんな風に大げさに考えていると、私世界に貢献したのかとか考えていると、なんかちょっとできなかったこととか間違えてしまったこととか、こう落ち込む原因になってしまったことというのはもう何でもないことに思います。もう笑えてくる。で、大体こうやってゴロゴロ考えている間に体が緩んでまた元気が出てくるんですよ。それだけ休んでまだ復帰できなかったら、それはまだまだ落ち込みとゴロゴロが足りてないんです。もっと休もう。落ち込んだ時は徹底的に落ち込んで自分を大事にしよう。今日のフランスダイアリーこの辺で、またお会いしましょう。メシボクボンジュフネ、アドゥマン。